分液漏斗は水に溶けているあるいは混ざり合っている有機物を有機溶媒で抽出するときに使用します。また有機溶媒に溶けている酸や塩基を塩として水槽に取り除くときにも使用します。ここに示すアミンをエチルエーテルで抽出する実験を例にしてその使用法を説明します。 分液ロートの下に三角フラスコなどの受け器を置きます。コックが閉じていることを確認します。それから治療溶液を分液ロートに入れます。続いてエチルエーテルを入れます。 さらに、容器に少量のエチルエーテルを加えて、これを洗い込みます。この時、液量が多すぎると、有機層と水層をしっかり混ぜ合わせることができません。すり合わせを密着させるため、あらかじめ線を水で濡らします。まず、 線をして圧力抜きの穴を閉じます。次に手のひらで線を押さえて逆さにします。すぐにコックを開けて内部の圧力を解放します。分液ロートを振るときは、はじめは 内部の圧力が上がりやすいので、軽く振って、すぐにコックを開けます。だんだん強く振るようにして、最後はしっかりと振って、有機層と水層をよく混ぜ合わせます。この間、時々コックを開けて、内部の圧力を抜くことを忘れないようにしましょう。分液漏斗 ロート台に置いて線を外します。少し待つと、上部のエチルエーテル層と下部の水層に分離します。このとき、クロロホルムなどの比重の大きな溶媒を用いると、有機層が下になるので注意が必要です。 コックを開いて、水槽を下の受け木に流し入れます。水槽が減ってきたら、ゆっくりと慎重に操作し、海面がコックの直前に来たら、コックを閉じます。残った有機層は、上の口から別の容器に移します。 分離した水槽を分液ロートに戻します続いて溶媒を加えて抽出操作を繰り返します有機溶媒に溶けやすい物質なら抽出操作を23回繰り返せば十分です 抽出液中の水を除くため、抽出液を飽和食塩水と振り混ぜて、再び分離する洗浄操作を行うことがあります。最後に、抽出液に適量の乾燥剤を加えて、溶け込んだ水を結晶水として取り除きます。 有機溶媒に溶けている酸を、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液に溶かし出す操作では、内圧の上昇に特に注意が必要です。発生する二酸化炭素を十分逃がしてから、分液ロートを振らないと危険です。分液ロートを使う上での失敗例です。 コックが開いているのに気づかず、液を入れると、当然下からこぼれてしまいます。コックの開閉を確認するだけではなく、分液ロートの下には常に受け器を置きましょう。圧力抜きの穴が合っているのに気づかず、逆さにすると、そこから液が漏れてしまいます。 逆さにする前には必ず穴が閉じていることを確認しましょう。コックを開けるとき、先端部から溶液が吹き飛ぶことがあるので、これを自分や周りの人に向けては絶対にいけません。下のコックがガラス製の分液ロートもあります。 この場合、すり合わせ部分がスムーズに動くように、コックを水で濡らしてから使用します。使用後、コックをしたまま放置すると、コックが固まり、動かなくなってしまいます。使用後は、すぐにコックを外し、洗浄してから保管しましょう。